吉田さん、ブラック・ジャックでいろいろと思うことがあるのはねやっぱりこう高い金額をふっかけてくることでしょうねというのがあのやっぱり私たちはお医者さんっていうのはねこうある意味善意の仕事なんで銭金、ね、関係なく目の前の患者を救うっていうミッションに、うん、正直なんだと思ってるんですしそれを期待してるんですよねでも実際目の前の人を救えたとしても 次の人を救おうと思ったら何がしかの対価がないと研究もできないし機材も買えないですよね。そう考えた時に医者だったら命を懸けて患者を救えというその患者の遺族あ家族がねじゃあブラックジャック先生がねじゃあお前らはこの患者さんにいくら払えるんだと1,000万2,000万が高い金額だと思うか払うんだったら命を救うよとこの人の命はいくらなんだ というふうに突きつけてるような気がしてならないんですよで、これね私はビジネスの方にも言えるんであのマスターマインドコースで何回かね問いかけをしたことがあるんですよ皆さんの人生はおいくらぐらいで売りますかおいくらぐらいであなたが買いますか3000万でしょうか5000万でしょうか1億円あったらあなたは自分の人生を買いますかどうでしょうかっていうふうに聞いたりするんですよねまあ、そうすると中には、ね、10億だとか20億だとかいう人がいるんですけども じゃあ自分の人生が10億だとしたら、10億稼ぎに行きましょうよ。その10億で自分の人生を買い取ってみましょう。自分の人生が命が10億だというなら、その10億をあなたの命で稼いでみてください。でも逆にですね、年収300万の暮らしをこのまま続けるんだったら、10年で3000万、30年で1億円もいかないんですよ。あなたの人生は1億もいかないんですか安い人生になっちゃいますよと。 自分の人生の値段は自分でつけるんですよ。うん、こういうふうなね、問いかけがあって、もうちょっと厳しいことも言ったんですけども、柔らかく言えばこんな感じなんですよ。これは、あの、ブラックジャックというね、その漫画からヒントを得たと言ってもいいんですけども、確かに、自分の命が助かるなら、あなたはいくら払いますかとかね。自分の大切な人の命が、もし助かるなら、あなたはいくら払いますかって言ったときに、さあどうでしょうか。私はですね、自分の命を引き換えにしても、 作りたいなってことを以前言ったと思いますけども、これはどういうことかっていうと、例えばね、自分自身に保険金をかけて、えー、それでね、死のリスクが高まるようなことをして、保険金で自分の大切な人を守るぐらいのことはできるよってことなんですよね。でも実際、そんなことにならないようにリスクヘッジを二重三重にしてますけど、おでもどうなんでしょうか。うん多くの人が銭金じゃなくて人の命はお金じゃ買えないって言いますけども、じゃあ、 お金じゃ買えないって言うんだったらいきなり0円ですかってことなんですよね。自分の命、他の人の命、命ってのはお金に変えられないからっていうのはいいんですけども、じゃあ実際に0円なんですかってことですよね。金に変えられないって言って1円も払われないのはどういうことなんだということなんですよ。いやそれがね、1億、5億、10億積んで金じゃ変えられないと。まだいるんだったら持っていけって言うんだったらね、話はわかるんですけども、1円も払わずに、いや、 そんな人の命はお金に変えられないよってちょっと変じゃないかと思うのは私でいいでしょうかどうでしょうか変な動画ですみませんけどね。これを考えることもね、私はね今まであったわけなんですよ。答えはいかがでしょうかそうですね。だから私ね、自分の命をきちんと使って、せいぜい10億くらいは稼がないと、自分の命に対してね、申し訳ないなっていう気持ちがありますね。そのぐらいはやっぱり作っていきたいなと思います。 まあでも私に対して私が思ってるだけですからね他の人にもどうこうしろってことはありませんただ求めるなら1億2億の稼ぎ方なら教えていくことができますじゃあいってらっしゃい